さっきよくやってくれたな。おい、何しろって。おい、何しろこれって。俺が、なんていうんですか、6年前におでん、コンビニの愛知県のコンビニで、おでんをツンツンして、捕まってた、超有名人のおでんツンツン男です。目の前にいる、ね、さっきごちゃごちゃやってたやつとか、実際どうでもよくて、別にそんなお遊戯会とか、文化祭をやりに来とるわけじゃねえんだもん。お前より有名だぞ。わかったわかったわかった。ね、お前、有名とかじゃないから、TikTok でバズったぐらいでしょ。ね、そんなどうでも、そういう話じゃねえから。こっちはブーストしに来てんだよ。ね、俺は YouTube のコメントとかで、二日酔いで、神様が二日酔いで作った人間って呼ばれてんだよ。それぐらい頭がおかしいんだ。で、今回やりたい相手は、おい、十二日記。とりあえず、お前おでん持ってきてやったから、とりあえず、お前これツンツンしろ。おい、ね、まあいいよ、まあいい、まあいい、これぐらいで俺は怒んないから、分かったから、相手にしないから、いや、わからない、わからない、おー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 、もう一本あるよ、ふざけんなってめ、いや、もう分かったから、俺の感じで来てたから、顔面に入れ墨入ってるやつとは関わんなくて、ああ、うるせえ、おめえを、おめえをどこだ、なんか TikTok で最近お前料理作っとるみたいだけど、おい、おでんツンツンしたら俺に当たったらマジこれツンツン、お前黙れ、誰か知らねえから、分かったんだな、これでツンツンしたら大根で料理作ってみろ、かかってこいよ、いつでも。これ閉めろくらい。調子もんね。お前が調子もんね。やりたい相手は十二日。今日は俺の母ちゃんも見に来てるからよ。よろしく。さっきよくやってくれたな。何しろって、おい、何しろこれって、なんでおでん、それさ、とりあえず十二日、お前無駄無駄、試合決まってるから、やだねーな、分かった、黙れ、お前らどうでもいいから、無駄無駄、誰とやりといいかな、弱そうなやついますか、弱そうなやつ、弱そうなやつと喋りきるのかも、いや、うるせえうるせえ、弱いやつだけが試合してる、お前らもう下がれ、 TikToker と YouTuber が戦うのが一番面白かろう、いや、TikToker と YouTuber どうでもいいんだよ、こいつなんだよ、どけよ、お前やれ、マジでお前さっき控室でよろしくお願いしますって言っとったやん、いや、深いだろ、お前うるせえうるせえ、下がれ、レペゼン社長は TikTok に価値を示しているから、もうレペゼン、レペゼン、うるさい、今そういうの関係ねえからよ、バカ、ちょっと待って、そっちが今話してる、何げえ、はい、着席してください、マジで、おい、おい、これ、うまそうだな、いるの、おい、やるか、やろうよ、今からもう一回、おい、やるか、もう一回やろうよ、本戦でしかやんねえ、いや、やろうよ、やるねえ、やろうよ、お前落ちたじゃねえか、やろうよ、本戦でしかやんねえんだよ、やろうよ、まあこれね、暴れればいいって問題じゃないから、前やろ、一番暴れてるよ、お前暴れれば、一番ツンツンしてるよ、お前ツンツンしてんだ、次の方、すいません、巻き込まれちゃいました